西会津町民バス、西会津町民バスは、福島県山郡西会津町にて運行している、コミュニティバスである、レッツゴーシャトルの愛称が付けられている。町内中学校の統合により、新たなスクールバスの運行体系が必要になったことや、会津乗り合い自動車が運行していた町内バス路線の赤字補填の増大が見込まれること等により、会津乗り合い自動車の町内バス路線を全廃。 スクールバスと統合した形での町民バスの運行に置き換えた。2012年4月1日より、それまでの完成を廃止し、完全予約制のデマンドバスの形態に変更になった。利用方法は利用する日の前日までに電話で予約。予約はデマンドバス予約センターで受付。予約の際は、名前、電話番号、利用したい時間や、どこで乗り降りするかを、 受付オペレーターまで伝える。利用する日の前日夕方に、向かい時間を予約センターから連絡。町民バスの過去の感染のバス停、2015年度より、会津若松市内の発着が、鶴ヶ城合同庁舎から、武田病院前に変更。西会津インターチェンジバス停は、野沢駅前行きの校舎扱いのみ、感染枝田線枝田線,線は、日曜日は、全路線運休になる。 ありがとうございます。